はい、それではね、また麻婆茄子の2袋目です。今回はね、まあ、傷んだのは含まれてませんでした。うん、綺麗だね。よかったね。今回はいいお茄子ですね。3個ですね。はい、じゃあいきますよ。まあ中火ですね。オリーブオイル、今回は少しごま油も足してみます。どうでしょう。ん？なんかプツプツ言ってますけど。すごい分量こりゃすごいや。
うん、ちょっと張り付き気味ですね。リセット。やっぱり油が少ないと入りすぎますよね。まあ、入りつくとどうなるかっていうとバラバラになるんですね。こちらの袋にはね、チューブで3から4分。まあ、切れてても、離れないと、この面が、この火が通らない。前回は、まあ、3個のうちの1個が傷んでたから、まあ、2個しか入んなかったからね。切りますね。はい、投入です。約1分。今回もいい感じにできましたね。長い1分だったね。
まあ、これはね、ラー油です。ではね、向こう盛り付けましょう。はい、今回は上手にできましたね。すごく美味しそうです。ではね、こちらの、まあ、ご飯ですね。このぐらい焼けてね。700ワットで1分半です。見てみますか。こういった感じにできましたよ。かなり美味しそうでしょ。はい、それではね、まあ、ご飯を入れましょう。よく炊けてますね。ご飯が少しじゃあね、またこんな美味しそうにできてますよ。そっか、この上に乗せちゃえばいいよね。こんな感じ、こんな美味しそう。まあ、少しピンボケ気味なのかな。どうでしょう。いただきます。今回はね、ごま油入れたんですね。ほんのりね、まあ、風味があります、ごま油のね。
ピーマンもね、一つ入れてます。うん。うまい。今回もね、美味しく麻婆茄子ができました。まあ、2袋目の、こんな、すごい。これはね、まあ、グレープジュースです。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさま。はい、それではね、メリットシャンプーがちょっと終わったんで、まあ、この中に入れますね。詰め替え用ということで。でしょ、まあ、弱酸性だそうです。のシリコーン処方お、まあ、詰め替え用でもね、容器いっぱいにはならないですね。まあ、ちょうど半分くらいになってますね。そうなんだ。なんかいっぱい中についてそうですよ、これ。これはちょっと。よいしょ。はい。詰め替え完了。ね、こんな感じ。いいでしょ。よし、こちらね。はい、半分このぐらいですね。ちょっと薄く見えてると思いますけど、まあ、2つ分ぐらい入るんだね。あとね、もう除菌ウェットティッシュもですね、まあ、こういった詰め替え用なんですよね。あ、これ綺麗ですからね。綺麗ね。これね、入れ方があってね、ここに書いてあるんですけど、入れ方が書いてないな。そのままこうなんですね。そのままそこ。まあいいや。あ、こんな感じでね。そしてここをまあ出すんですね。はい。はい。これでね、まあウェットティッシュ。まあ何に使うのかちょっとよくわかりませんけど。はい。どうもご視聴ありがとうございました。